皆さんは中西和夫という人物をご存知でしょうか。彼は武闘派ヤクザでありながら、逮捕歴がなく、入れ墨も入れていなかったことで知られ、初代中西組組長を務めた男です。また、山口組に忠誠を誓い、組織の重役である最高顧問まで上り詰めています。今回は中西和夫の経歴や、彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。中西和夫は1922年10月、大阪府布施市で生まれました。彼はすぐにヤクザになったわけではなく、高校を卒業した後、大学へ進学します。そして、卒業後は大阪南に本部を構える、愚連隊、南道会に加わりました。南道会とは、1926年頃に結成された、愚連隊、角屋から派生した組織で、後に、三代目、山口組幹部の、七人衆となる、藤村忠雄が、1945年に立ち上げた組織です。中西は、南道会に入った後、切り取りと呼ばれる、債権の取り立てや、金融業を通じて資金を増やし、組織の勢力を拡大していきました。こうして、南道会のしのぎに尽力したことで、彼は最高幹部である南道会八人衆を務めたのです。また、当時の中西は武闘派としても知られており、自らが率いる部隊を引き連れ、他団体との抗争を繰り広げていきました。そのような中、1949年に南道会会長の藤村が三代目山口組組長である田岡和夫の舎弟となり、このタイミングで南道会は三代目山口組の傘下に入っています。その後も中西は勢力拡大を目指し、抗争を繰り広げました。2年後の1951年には、久田組との抗争が発生し、さらに6年後の1957年には、諏訪一家と対立します。そして1960年に大阪で、南道会の上部団体、三代目山口組と、盟友会との抗争である、盟友会事件が発生したのです。この盟友会とは1953年頃に結成され、構成員の大半は韓国人が占めており、カンチャンフンという男が会長を務めていました。彼らは大阪市生野区周辺で活動する愚連隊との抗争を通じて勢力を拡大し、1956年頃からは南道会の本部がある大阪南にも進出します。こうして、盟友会は大阪南でも、愚連隊と衝突を繰り返し、一時期は構成員が600人を超える大規模な組織となりました。そしてついには、盟友会構成員が山口組の事務所前に現れ、猟銃で挑発する事件が発生したのです。そのような中、1960年8月9日に、三代目山口組組長である田岡は、構成員がクラブを開店した際の祝いに出席してくれた、歌手の田畑芳雄さんをねぎらうため、大阪南にある社交クラブ、青い城を訪れました。そこには、中川組の組長である、中川伊三郎を含めた、山口組構成員も、同席しています。そして、彼らが、青い城に入ると、なんと、盟友会幹部二人の保釈祝いが行われていたのです。しかし、盟友会の構成員は、幹部を含め、8人ほどでした。そんな彼らは、歌手の田畑さんが入店してきたことに気づきます。その後、幹部の二人が、田岡たちの方に近づいてくると、田畑さんに対して、歌を歌うように頼みました。しかし、これを受けた中川は、彼は客として来ている。と話し、二人の頼みを断ります。すると、盟友会側の一人が激怒し、中川に向かって、ビール瓶で殴りかかったのです。そして、その場に車を駐車し終えた、田岡の舎弟で、小田組の組長である、小田ジョージが駆けつけ、そのまま争いが発生します。その後、盟友会側の8人は、いつでも来い、相手になってやる。と言い残し、青い城を後にしました。これを受け、田岡は、盟友会との抗争を決意し、その日に、山口組の若頭で、地道組の組長でもある、地道幸男に、抗争の総指揮官を任命します。翌日、山口組は大阪市東淀川区にある旅館に作戦本部を設置し、作戦会議を行いました。同時に、盟友会会長の間にも、青い城での出来事が報告されます。しかし、これを受けた彼は、山口組との対立を避けたいと考え、諏訪組の組長である諏訪健二に、仲介を依頼しました。
これを引き受けた諏訪は、ビール瓶で殴られた張本人である中川組長が率いていた中川組幹部に和解を提案します。しかし、中川組からすると、組長が殴られた以上、和解を受け入れるわけにはいきません。こうして中川組幹部は和解を拒否しました。これを受けた諏訪は、直参の若頭補佐である山本博氏にも和解を申し入れましたが、彼もこれを断ります。その後、前線本部を設置していた当時の大阪市南区の旅館には、総勢50人の山口組構成員が道具を持って集まっていました。さらに、総指揮官の地道が前線基地を増設し、大阪に総勢300人の構成員を配備します。そして、12日午前8時頃、中川組を中心とした山口組部隊が大阪西成区のアパートで、盟友会幹部の一人を襲撃しました。この時、彼はドアの内側にバリケードを築いて立てこもっていましたが、後に三代目山口組若頭補佐となる中川組幹部の正島佐夫が部屋の外から銃弾を撃ち込みます。そして、盟友会幹部の腹部に命中し、彼は重傷を負いました。この4日後、盟友会会長の勘は、地道組の舎弟でもある、柳川組組長の柳川二郎に本件の仲介を依頼します。柳川はこれを受け、総指揮官の地道にこの話を伝えました。すると彼は、全面謝罪をしたいなら、神戸まで頭を下げに来い、と返します。この話を聞いた勘は、翌日、神戸へ謝罪に向かうことを約束しました。しかし、この件を知った盟友会の幹部は強く反対します。盟友会はヤクザ組織ではなく、あくまでも愚連隊の連合であるため、組織としての統率が取れていませんでした。その結果、内部での意見が一致することはなく、菅会長は頭を下げに行くという約束を破ってしまったのです。これにより当然、地道は激怒しました。そして、8月19日の夜、ことの発端を作った幹部を含む6人の盟友会構成員が大阪南の路上を歩いている際に3代目山口組、鴨田組の組員3人と遭遇します。すると盟友会側はなんとこの3人をアパートの一室に連れ去り暴行を加えたのです。この件はすぐに菅の耳にも入り、彼は慌てて3人の解放を現場に指示します。これにより3人は解放され、翌日午前0時頃に鴨田組の事務所へと戻りました。鴨田組組長の鴨田重政は彼らからこの件を聞いたことで直ちに報復を決断し組員を集めます。しかしこうした動きを察知した警察が事件を未然に防止するため捜査員を事務所に派遣したのです。これにより事務所は包囲され、組員はやむを得ずここを後にしました。しかし、これは警察の手から逃れるための策略だったようで、一度バラバラになった組員らは、道具を持って南区大和町に再集結します。そして、午前6時頃、鴨田組の3人が閉じ込められていたアパートに、15人の組員が襲撃したのです。この時、アパートにいた5人の盟友会構成員のうち、1人が銃弾により命を落とし、残りの4人が重傷を負います。これを受け、盟友会は全面的な謝罪を申し入れました。そして、8月23日には、3代目山口組の直参であり、石井組の組長でもある、石井一郎の仲裁のもと、盟友会の幹と幹部全員が指を詰め、それをもって全面謝罪に訪れます。その後、箕面市のホテルで手打ち式が行われました。このようにして、完全勝利を収めた山口組ですが、この事件中に84人が逮捕されてしまいます。しかし、盟友会を壊滅させたことは大きく、山口組はこれをきっかけに大阪進出への足がかりとなりました。その結果、やがて山口組は大阪を制圧することとなります。これに伴い、中西和夫が席を置いていた南道会で会長を務める藤村が大阪地区の責任者に任命されたのです。このタイミングで藤村は南道会を解散させ、自らは藤村組を立ち上げました。南道会解散に伴い、1963年には中西を含む南道会8人衆が3代目山口組組長である田岡の直系組長に任命されています。それと同時に藤村は3代目山口組7人衆に就任しました。それからしばらく経ち、組内で高い評価を受けていた中西は梶原清春若頭の下で若頭補佐に任命されます。
しかし、1971年に梶原が事故で急逝し、その跡目として若頭に山県組組長であった山本健一が就任しました。それからも中西は引き続き若頭補佐を務め、組織を束ねていきます。そして1975年に発生した大阪戦争では中西組が二代目松田組の組長を襲撃するなど、武闘派として名を馳せました。そのような中、1981年7月23日には三代目山口組組長の田岡が急性心不全で急逝し、若頭の山本が後を継ぐ予定でしたが、1982年に彼も病気で息を引き取ってしまったのです。これにより、後目争いから始まった暴力団の歴史上最悪の抗争と言われている山一抗争が勃発することとなります。当時の山口組内部では、次期組長として竹中正久の派閥と山本博士の派閥に分裂し、対立関係が生じていました。この中で中西は竹中四代目体制を実現させるために尽力します。そして1984年6月5日の山口組直系組長会で竹中が四代目山口組組長として就任したのです。しかし、この会に山本派閥は出席せず、会場にいたのは直参96人中46人と田岡三代目の舎弟二人でした。この状況を受けた若頭補佐である中西は出席者に向けて、本日欠席している者を街で見かけたら、山口組へ戻るように声をかけてほしい。山口組はいつでも門を開けて待っている。と話しました。彼は以前から面倒見が良いと知られており、この言葉からもその性格が伺えます。また、竹中の四代目就任と同時に、若頭補佐である中西は、舎弟頭に就任しました。一方、山本は翌日に山口組の名を捨て、一週間後には一和会を結成します。これにより山口組の分裂が決定的なものとなったのです。また、1984年には NHK のインタビューに当時の山口組と一和会が答えており、特番として放送されました。そして1985年、衝撃的な事件が発生します。なんと、四代目山口組組長の竹中が一和会の暗殺部隊によって射殺され、若頭である中山勝政も一緒に狙撃されたのです。これにより中西は組長と若頭を同時に失った四代目山口組で組長代行に就任します。こうして彼は山口組の暫定的な組長として一和会への報復を決断し、山一抗争は激化していきました。その後、中西率いる山口組は、幾度となく抗争を繰り広げ、1987年には、山一抗争を終結させたのです。その後、彼は、五代目組長の座に名乗りを上げましたが、これに立ち塞がる者がいました。その人物とは、共に山一抗争を戦った、若頭である、渡辺義則です。こうして、二人の間には、後目をめぐる争いが発生しました。しかし、中西は、山口組のさらなる分裂は防がねばならないと考えていたようです。その後、二人の間で意見の調整が行われ、最終的には中西が後目を譲り、渡辺が五代目組長の座を継ぐこととなりました。そして1989年4月27日に正式に渡辺を組長として五代目山口組体制が発足し、これと同時に中西は最高顧問に就任します。その後も山口組に貢献を続けた彼でしたが、2003年9月、肝不全が原因で、享年80歳でこの世を去りました。山口組に忠誠を誓い、組織の重役である最高顧問まで上り詰めた男、中西和夫。もし中西が五代目組長になっていたら、現在の山口組体制も大きく変わっていたのかもしれません。今回は中西和夫の経歴や彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。